こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。花です。皆さん、僕最近 34GTR オーナーになったの知ってます？あ見ましたよ、ショート動画。あ、見ちゃったか。はい、はい、あのティッシュケースだいぶ好評いただいてですね、はい、瞬く間に完売になってしまって。そうなんですよ、はい、ちょっと次のロットをね、あの弊社が直接あそこの工場に お願いしようかなって。そうですね、思ってるところなんですけど。言ってましたね、みーくん。私の愛車にそっくりな実物の 34GTR が入庫してしまいましたてかこれが実物ですよねそうだっけ。そうだった気がします。やっぱ GTR は身近にないとね。あ、常にこう触れるところにないと、はい、私的にはちょっとあの満足できないので、はいはい、ということで今日はこちらの青い 34GTR、 こちらもね、いろいろエピソードというか、お、これ皆さんにすごくお伝えできる部分あると思いますので、はい、今 34GTR 持ってる方向けですかね。おお、はい、ちょっと参考になる内容かと思いますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします、はい、お願いします。トラスト企画 LINE スタンプ第3弾、かわいいチビキャラスタンプが16種類できました。スタンプストアで検索してね。はい、ということでまずはお客様お売りいただいて誠にありがとうございます。ありがとうございます。しかもなんとこちらのお車平成11年式。おお、もうやはり最近ね、弊社に GTR を売っていただくお客様、しっかりと動画の方ご覧いただいて、はい、勉強いただいているという方、とても多いです。そうですね、はい、しかもこちらのお車はみーくん買取のお車でございまして、はい、まあ、ちょっとやり取りのあれは不明なんですけど、もしかしたら時期が来るまで待てと言われてたお客様、まあ、なのかもしれないですね。GO が出たと。そう、今ちょうどだってこの車11年の7月、おバッチリドハマりのお車です。そうですね、はい、しかも V スペックです。ホイールも LMGT4 が入って、はい、もう定番の形となっているわけなんですけれど、はい、このお客様ですね、なぜこの34を弊社にお売りいただいたかというと、はい、実はご事情がございまして。なんだ。最近こういろんな事情があるお客様多いじゃないですか。多いです ね、あの言っときますよ、あの以前32シルバーのお客様、はい、ね、闘病頑張ってくださいっていう動画お出ししたと思うんですけど、はい、あれ愛のあるいじりですからねなんか割とほら、うちの動画あんまし見てない方とかもなんかそういうことについて、あの茶化して触れるのどうなのみたいなコメントいっぱいいただきましたけど、うん、はい、それがうちのチャンネルの良さですから、うん、ね、お客様の要望通りにやってるというところですので、はい、勘違いしないでくださいね、はいはい、でこちらのお客様のご事情というのがですね、何があったんですか。とある車を買いたい。とある車を買いたい、はい、え、 34GTR 持ってるのに。想像してみてくださいよ、はい、もう日本のスポーツカーの頂点、はい、34GTR V スペックから乗り換える車って何だと思います。あ、うん、あれですか、うん、日産の、うん、また同じような名前がついてる、うんうんうん、車。ピンポピンポン。そういうお客様ね、非常に多いでございます。確かにめちゃくちゃ多いですね、はい、なぜかというと、変えてしまうんですね現実的なんだ、乗り換えが。まあ楽勝で変えちゃうぐらいの値段がつく個体が多いです、これに関しては。そうなんだ、はい、しかも V スペックですもんね、これ。そうですね、まあ、新車だとなかなか難しいかもしれないんですけど、はい、まあ、そこそこ高年式の中古車だったらもう別に追い金なしでポンと乗り換えれるぐらいの、今ね、今の時期だったら査定があるんじゃないかなと思うんですけど、はい、でこちらのお車に関してはもうお客様長年持たれてたお車でして、なんとですね、はい、走行距離の方がもう16万キロ超えてるわけです。おー、なので、まあ、こういう角度でねパッと見ると綺麗に見えるんですけれど、はい、まあ、それなりにこうヘッドライト曇ってたりとかね、はい、少しあとそれなりにこうルーフが少しこう劣化してきてたりとか。あ、はい、はい、とですね、
まあ、ちょっとリアウィングのね塗装がちょっと劣化してきてたりとか、うん、日に当たってしまうと、はい、してたりするんです。色も濃いですしね、ベイサイドブルーだから。そうそうそう。でやっぱ当時から乗ってる人このマフラーつけがちこれこれつけがちです。そうですね、はい、確かにニスモの、はい、このオーバルのマフラー、はい、確かに、うん、ね。でテールランプはちょっと社外品に変えてるって感じなんですけど、はい、フューザー、はい。まあ、それ以外はちょっとね足回り、まあ、サスペンションで車高がちょっと下がって、はい、このニスモの LMGT4 履いて、うん、ニスモのこの下のねおリップと入ってるとサイド、うん、まあ、そのくらいのほぼほぼ、まあ、ノーマルに近い仕様なんですよ、うん、全然 Z チューンじゃなくてもやっぱかっこいいですね。かっこいいですね。一番ちょっとスラッとするとか、うん、綺麗見た目が、まあ、賛否両論ありますけれどね、うん、ノーマルに関してはね。で室内もおこういう感じでして、はい、これ前期の車なんですけどこのニスモのシートカバーつけてるので、はい、かっこよく見えるよと、ね、うん、久々に見た。そう、ただやっぱね16万キロ走るとハンドルもこうなるんですよね。おお。でシフトの部分さ、こういう感じになるわけですよ、はい、ね、うん。でもね、これが本体の形ですよ皆さん、ね、なんか乗ってるとこうなるってことですよね。乗るとこうなるんです絶対、うんうんうん、だけど車的にもこうやってもらった方が嬉しいと思いますよ僕、うん、持っててそっちの方が楽しい気がしますね。そうだってこれ車検もあの今年の12月までついてるし、お車検も維持してずっと乗られてきてるからすごいな、こういう状態になってるっていうだけで、はい、これを程度が悪いですよとか劣化してますねの一言で片付けたら何の味もないわけですよ。そうですね、ね、はい、オーナーさんと共に歩んできた歴史なわけですこれは、うん、いやむしろ羨ましいですよ。本当ですよ、我々の世代からしたら。今から 34GTR、うん、例えば5万キロの車3000万で買うじゃないですか、はい、16万キロ乗る人は多分いない。いないですね。ね、もう大事に取っとく、そう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 、しまっとくっていう車になっちゃうから、うん、だからもうフェラーリ、ランボルギーニと同じ車になっちゃったので、うん、そうですね、ちょっとね純粋に GTR 好きな僕からしたら寂しいですけど、うんうん、まあそういう感じなんですよね、はい、でこの車すごくいい部分がもっともっといっぱいあって、これ距離はね16万キロ超えてるんですけど、はい、ボディの程度、まあ、塗装はちょっとね、うん、劣化がどうしてもありますけどボディの程度は非常にいいんですよ。ちょっとエンジンルーム見せますね、はい、お、そう懸念されるほらストラットの錆、はい、補修跡、はい、ないんですよねこれ。ナチュラルビューティーですね。そうなんです。でエンジンもノーマル、はい、うん、ね、うん、十分これで十分ですやっぱ 長く保つコツはノーマルですよ、うん、皆さん、うん意外とよっぽど腕利きの主治医がいないと、はい、チューニングエンジンで16万キロって大変です。そういうことか、はい、確かにやっぱ日産がもうね作ったそのままの姿だったら持つみたいなさ、一番多分バランスが取れてますしね。そりゃそうですよ、だってこのノーマルの姿に開発費めちゃくちゃかかってるわけですからね確かに足回りだってノーマルサスペンションでその動きとかさ、うん、全部計算して設計してるわけですからボディとかの、うん、そうですねとか言って車高下げちゃうんですけどかっこいいからむしろ珍しい。そうですね、本当に何も変えてないですね、本当に純粋な姿、うん、だけどサビ全然ないでしょ。ないです、ね、事故の跡とかもないですし、そう事故歴とかもおそらくないんです、うん、だからちゃんと走ってたけど大切に乗ってきたっていう、そうですね、素晴らしい 34GTR の姿なんですよ、はい、これもまたなかなか見れない姿ですから。そうピカピカの車もいいけど、うん、こういうのも見たいっていう感じなんですね。街中で見たいこれ。そうすれ違いたい。あずっと乗られてるんですねって、うん、なんかね、日
気兼ねなく本当にただ純粋にかっこいいと思ったから乗ってますみたいな感じが望ましいのかなって思ったり、まあそうですね、なんか資産価値とかさ売ったらいくらになるとかって考えるのってなかなかね、うん、あれだと思うんですけど、はい、やっぱりこの車も3、4、まあ距離は行ってますけど腐ってもタイじゃないけどさ、うん、言うても 34GTR の V スペの純正ベイサイドブルーなんですよ、はい、そうですね、ね、もうこのレベルでもなかなかの氷だったらなかなかのお値段ついてしまうわけなんですよね、うん、そうですね。だけどさ、例えば国内のお客様、はい、これから 34GTR を買おうとしている方たちだとおそらくもっと程度いいやつ買うと思うんですよね。いや、そうですね、結構もうコレクションとして探してる方が多いイメージですね、うん、もういろんな車の中の1台みたいな形になる方が多いと思うんで、うん、はい、もっと値段高くても距離が少なくて劣化の少ない、うん、いい車を買う傾向にあると思うんです。そうですね、はい、なのでこの車はちょっと国内の販売には向かないかなっていうところだと思うんですよ。結構国内の方って走行距離気にしますしね。気にしますね、うん、で割とそのまま持ってる方が多いから、うん、その買った姿が良ければそれに越したことないよってよく言いますけど、うん、これ実は海外に目を向けると、はい、割とね日本車を輸入してくるときって、うん、走行距離あんまし見てない方が多いです。いや、これ本当に言えます、はい、これなぜかというと、はい、海外の方で例えば 34GTR のファンの方って、はい、もう喉から手が出るほど、うん、20何年前からずっとこの車を待ってるわけです。そうですね、ね、でやっとこう本国にアメリカに持ってこれる年になったわけじゃないですか。うん、25年経って。だから車に対するその執着度というかそういったところはね日本の GTR ファンの方に負けないと思うんですよ。いや、結構熱狂的な人海外本当に多いです。そうだから走行距離は気にしてなくて 何をするかっていうと、もう車が手元に来たら、うん、フルレストアね、はい、もう全部一応ホワイトボディまでばらしてもう塗装から全部やり直しますみたいな方が一定数いらっしゃるので、はい、あんまり走行距離は気にしてない。そうですね、気にしてるのはボディのサビ。本当にそうです、はい、ストラットとか足回りとかを、はい、こうやっぱベースとなるものが欲しい方が多いので。そうですね、うん、いくらフルレストアするっつったってストラットボロッボロに錆びてたら大変なわけですよ、うん、そうです ね作んないといけないですから、はい、ケミカルディップしてもそこは取れないですからね、うん、だからこの個体に関しては海外にめちゃくちゃこういいんじゃないかなと思うんですよ、うん、そうですね、距離は行ってるけれど期間はノーマルだしボディの程度もすごくいいし、うん、だからこれちょっとね、海外の 34GTR ファンの方の車のベースとしてすごくいいんじゃないかなと思うわけです。そうですね、うん、いや本当に極上車を求める人もいますけど結構こういった車体の方がこう自分で後々お金をかけれるからっていうことで選ばれる海外の方多いですよね、うんうんうん、もう本当に富裕層の人はニスモでコンプリートカーですよ、ね、もう完成してるものを買うっていう、うん、だけどやっぱ自分でやる楽しみもあるからさ、うん、割とガレージでこうね自分でやる人もいるじゃないですか。そうですね、なのでトラスト企画はさ、なんかちょっと一昔前だと何でもかんでも34スカイライン輸出するんだろうみたいなさ言われてましたね。なんか謎のこう風評被害というかそんなこと全然ないのにさ、てかまだまだ全然輸出してなかった時から言われてました。今やっとちょっとずつ輸出できるようになってきた段階なんですよねそうなんですよね。だからこれはすごくいい車なので、はい、走行距離だけの懸念はあるんだけど、うん、なのでこれはちょっと海外のお客様向けに手配をしてみようかなと思っています。うそうなんですね、うん、ちゃんと選んでますよ。そのサビ、もちろんサビがすごかったり修復歴ある車は
海外には向かないし、だからこういうオーナーさんが大切にしてて、期間も良好だしね、車検もついてるっていう車がいいのかなって思ってます、うん、そうですね、はい、なんだろうな、どういう例えしたらいいか分かんないんですけど、はい、未だにほら日本のスポーツカーを輸出しますっていうと寂しいですとか、うんうんうん、なんかもったいないですっていう方って一定数いるんですよ、はい、でもよく考えてみてください、はい、日本にもアメ車大好きな人たちっているでしょ。いますね。カマロとかマスタングとか、ああいう車をさ、もうピッカピカにレストアして乗ってる方とかいるじゃないですか。全く同じですよ、うん、この車のファンってもう世界中にいるわけなんですよ。いますね。だからね、どうかそのなんだろう、短絡的な考えじゃなくてね、はい、日本以外にもファンの方がいるっていうところでご理解いただいて、でトラスト企画としてはそのお客様の、まあ、手助けができればいいかなっていうところで考えてるんで、うん、ご理解いただけると幸いです。海外の人本当に愛深いですから。本当に好きですよ。もう僕らなんか足元に及ばないぐらい好きです本当に。すっごい、こんなど田舎にわざわざ飛行機取ってレンタカーで来て、うん、すごい喜んでいただける方が多いので。そうですね、そこら辺もねちょっと理解していただきたいですね。はい、そういうことです。で、まあお伝えしたいこととしては、まあ、乗ってる方に関して、まあ、34GTR 今平成11年のお車、はい、すごく旬な時期になってきておりますので。そうですね、もしお持ちの方でね、お乗り換えとか産後買いたいとか、息子を大学に入れないといけないと か, なんかご事情がある方はぜひご相談いただければ、うん、お客様のご要望に極力応えさせていただきたいと思ってるんで、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、であとは海外のお客様にもぜひお車の方をね提供させていただきたいと思ってるんで、すごくいいやつは、はい、そのためには皆さんから程度のいい車を買い取りさせていただかないと、はい、いかないと思うんで、うん、ぜひ 34GTR 手放す時にはプラス企画の方にご一報よろしくお願いします。お願いします。丁重に扱わせていただきます。はい、はい、ということで本日の動画がためになったな、面白かったなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。